トーナメント第1回戦目、次がラストのカードになります。ライリー VS 清村を。では、清村から一言もらおうかな。こんにちは。今回3年生で参加してるのが僕だけなんで、先輩の意地を見せたいと思います。頑張ります。優勝します。ごめんね、俺ね、一応でもさっき呼んだ人が赤コーナー行ってねってちゃんと言ったんだよ。俺意味わかんない、名前先呼んだ人が赤コーナー行ってねって言ったんだけどね。清丸です。待て、ちょっと待て、じっとせえ。はい、一言お願いします。先輩ぶっ倒します。その感じがね、このフリースタイルバスケのバトルです。先輩後輩いろいろあります、友達もありますけど、バトルなんでその辺の感情は一切抜きにして、相手のことをより自分のことをアピールするのがバトルでございます。それでは先行を決めたいと思います。はい、先行は清丸から行ってみたいと思います。音楽の方は準備はよろしいでしょうか。OK、 行きましょう。これが第4回戦バトルスタート。Branded under the summer ball for you, I stand tall.
第4回戦目でございました。赤コーナーがキョウバロー、青コーナーがライリー。さあ白くのミックスで多分 OK ですね。それではジャッジメントタイムいきましょう。お一人様はジャッジコメント一人だけ軽くお願いします。この1回戦目を見てみて、誰からいきましょうか。じゃあタムからちょっと一言軽く。今1回戦見させていただいて、それぞれ個人の良さっていうのがあったんですけど、やっぱミスがないっていうところと、あと基礎の力があることが進んでるなっていう気がしたので、次はまあその基礎プラスオリジナリティだったり技数っていうところが勝負の分かれ目かなと思うので、次の準決勝も楽しみにしてます。よろしくお願いします。